もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。1963年に三代目桂米朝さんに弟子入りし、長丸の名でデビューすると、やんちゃで朴訥としたキャラクターで人気を集め、ラジオやテレビのバラエティ番組でも活躍した桂ザコバさん。先ほどザコバさんの訃報が入ってまいりました。2017年にも一度脳梗塞で一時入院されていましたが、その後高座に復帰し、今年4月には3人の弟子の襲名記者会見にも元気な姿を見せていらっしゃり、安堵の声も上がったばかりだったのです。今回はそんなザコバさんのこれまでと晩年や死に至ってしまった原因などをまとめ、彼について振り返ってみたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。生まれは1947年9月21日、大阪府大阪市西成区のご出身でした。小学校2年生の時、両親が離婚し父親に引き取られるも、間もなく死別したため、母、姉との3人暮らしとなります。後に出版されたザコバさんの著書によると、父は大阪府警察の元職員で、離婚後は2人で旅館暮らしをしていたが、ある日失踪して鉄道にて、自ら命を絶ってしまわれています。日本橋中学校在学中は、新聞配達や靴磨き、アイスクリーム売りなど、複数のアルバイトをこなしながら、家計を助けられたそうですが、その結果次第に不登校になってしまいました。そして、学校をサボって千日劇場に行った際、三代目桂米朝さんが、浮世床を演じるのを見て、即座に弟子入り志願されたそう。当初米朝さんは、学校をサボるような子は話し家にはなれんと突き放したが、それから何日も米朝さんのもとに通い詰めたそうで、ある時米朝さん宅に呼ばれて、落語ができるかと問われ、うろ覚えで我流の浮世床を少し話すと、傍らにいた桂小米さんが、師匠、彼を取りましょうと口添えしたという逸話もありました。米朝さんは、これからの話し家は高校ぐらいは出てないかんと難色を示すも、欠席日数が多すぎて進学できる高校がなく、世間の空気を吸ってこいという米朝さんの親心とも取れる言いつけで、卒業後1ヶ月だけですが、廃線工事会社に勤めてから1963年5月に入門が許され、桂長丸となりました。長丸時代は千と千工業、大宝芸能に所属、千日劇場を会場として1965年10月から放映された「お笑いとんち袋」では見事にレギュラーの座を獲得。同番組はもともと劇場の興行として行っていたもので、その時の演者がそのままレギュラーとなったそう。さらにスポット的ではあるが、テレビ番組の収録で吉本興業の花月劇場チェーンや松竹の角座の舞台にも立ちます。その後、日本テレビの「お笑いティーチーン」に出ていた時、番組内で動物愛護習慣がテーマになった際に、動物はいじめた方が面白いという議論が出たことから、桂文光さんや三代目桂文雅さんからも題材を得て、トップホットシアターで動物いじめの小話をかけ、それがヒット。現代では考えられないような題材ですね。1974年に笑福亭鶴子さんがあのねのねの代役としてオールナイトニッポンに起用される際、最初は鶴子さんと間違えられてオーディションを受け、鶴子さん本人にも今度オールナイトニッポンに出ると話したそうです。オールナイトニッポンは空振りに終わったが、ほどなく全国ネットのウィークエンダーのレポーターに起用、そのまま土曜深夜のオールナイトニッポンのパーソナリティになっていたら、同じ土曜日のウィークエンダーには起用されていなかったかもしれないと、後日談としてご本人が語られる場面もありました。そして1988年4月、二代目桂ザコバを襲名。襲名は兄弟子である紫雀さんの提案によるものでした。襲名に際して初代の墓に参り法要をし、また上方落語では初となる東京での襲名披露落語会も開催され話題になりました。しかし1994年になんと
弟子と共に上方落語協会を脱退。これは会長選出方法などをめぐって当時の執行部と対立した子爵一門が脱退し、その問題を話し合う場で理事の一人が口にした子爵一門への非難に立腹したザコバさんが、子爵兄ちゃんを悪く言うんかと子爵一門に追随する形となりました。しかし10年後の2004年6月21日に復帰されました。2006年時点で大阪のテレビラジオを含めて9本のレギュラー番組を持ち、お茶の間では知らない人の方が少ないと言えるほど全国的にも世代的にも認知度を増し、落語界を牽引する代表者の一人となりましたね。そして2006年当時は60歳を過ぎてからタレント活動を減らして落語会を開催したいとおっしゃっていました。2007年7月7日、噺家生活45周年還暦記念公演桂ザコバの会を京都の南座で開催。2008年12月には西成区山王のマンション2階に寄席小屋道楽亭を開設。そして2012年に噺家生活50周年を迎え、長い落語の歴史に名を残したといえる伝説の一人となったのではないでしょうか。しかし2017年5月27日、左中大脳動脈閉鎖症側栓症脳梗塞と診断され一時入院。当時1ヶ月以上の入院加療が必要と報じられ、心配の声が多く上がった印象です。7月29日、新神戸オリエンタル劇場で上演された落語会ザコバ南光二人会に病院の外出許可を得て出演し、2ヶ月ぶりに活動を再開。その後8月1日には無事退院し、4日にはそこまで行って委員会 NP の収録にサプライズゲストとして登場し話題を呼びました。しかし2021年体調不良で11月末まで休養し、自らが席亭を務める大阪道楽亭の昼席で舞台復帰しましたが、ザコバさんはこの日出演前に同劇場前で取材に応じ、持病の喘息に慢性閉塞性肺疾患を併発していると診断され、約5日間入院していたことを明かされていました。当時のザコバさんによると、11月上旬に博多座で高座出演した当時から喋りにくいなと体調に不安があったといい、その後帰還して診察入院へと至ったそう。検査は吸うて吐いて、それが一気にふーっと、もうええか思うてもまだ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 言うて、もう検査がしんどかったわと振り返っていました。もともとヘビースモーカーとして有名で、2017年に脳梗塞を患ったのを機に禁煙。ただ喘息が持病だけに、歩いてもしんどい、20メートル歩いたらぜーぜー、休んで歩いてそんなんやという日々が多かったそうです。まあこれもな、お客さんの前に出たらアドレナリン出るからなといたずらっぽく笑ったザコバさんは、声にも張りがあり舞台人らしく取材の受け答えも大きな声だったそう。あれから約2年が経ち、今回ザコバさんの訃報が入ってきてしまいました。所属する米朝事務所によりますと、6月12日午前3時14分喘息のため自宅で亡くなったということです。個人の意向で通夜葬儀は家族で執り行うそう。また追ってお別れの会を開く予定とのことです。この訃報にネット上では、政治や時事ネタにはすごい怒りっぽいが、ナイトスクープなどでの感動ネタには人目をはばからず大号泣する、人間味あふれるザコバ師匠が大好きでした。先日の木田太郎最高顧問、今回のザコバ師匠、ナイトスクープに、いや関西にゆかりのある人が亡くなるのは本当に残念でなりません。昭和末期に生まれた私としては、先に旅立った母親と見たバラエティ番組に出ていたのを思い出します。自分自身が人生の残りの方が少ないと自覚できる年齢になると、なぜか寂しさより先に行った仲間や家族とまた一緒になれてよかったですねという不思議な感覚が湧き上がります。今までありがとうございました。ゆっくりとお休みください。
歯に気抜きせず物言いの中にも人情味あふれる優しさや情熱を持った熱血感とも言うべき落語家さんでいらしたと思います。今や70代はまだまだご活躍なさるご年齢です。ザコバ師匠ならましてやです。突然のご訃報とても驚きましたが、生前のたくさんのご活躍を忍びながら謹んでご冥福をお祈り申し上げます。このように自身の思い出を重ね悲しんでおられる方が参見されました。それほどこの国で愛されていたと一つ一つを読み上げ胸が熱くなりました。よければぜひあなたの思い出も聞かせてくれませんか。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。